最後に、れいちゃん、意気込みじゃないな。伝えたいこと？れいちゃんの恩送りじゃないけど、れいちゃんがこう、今、バスケットどうしようかなとか、夢に向かって頑張って、せないけど頑張りたいな、みたいな、とか、そういう悩んでる人に対して、こう、なんかこう、うん、ワンプッシュをいただけるようなメッセージ、お願いします。ワンプッシュね。最初の一歩を踏み出すか踏み出さないかで、これから、なんていうんだろう、人生、選択肢がすごく広がるか広がらないか決まってくると思うので、そこの一歩を踏み出して、ぜひ楽しい人生を一緒に過ごしていきたいなと思います、皆さんと。そんな感じ？もうね、孔明機関4個だから、こういうふうふうとかって加工ができねえのよ。だからもう生声でふうふうって。ね、でも本当そうだよね。面白すぎるんだけど。あのさ、もし、孔明キモいから、ちょっと孔明とは関わりたくないんです。まあ、れいちゃん可愛いし、応援したいなと思ってるっていう方、絶対、ほとんど、半数以上がそうだと思うんですけど、そんな方々は、直接れいちゃんとコンタクト取れる、SNS とかがホームページに貼ってあるので、で、ぜひ、そっちから何かこう、オファーをいただいてもいいんじゃないかなと。で、変なメールはやめてください。変なメールは、やめてください。そう、その時はね、よろしくお願いします。まだ若い子なので、こういうのに濁った世界はまだ知りませんので、そういう不純な動機の人は、ぜひ、コメにゼロの桁を間違えて、入金をください、ドネーションください。よろしくお願いします。るいちゃん、もし変なメール来たら、コメに密告して。オッケーオッケー。はい、すぐ対処言う法を考わ。えますんで、オッケー、るいちゃん、ありがとうね。今度さ、デートしよう。デートしよデートしよう。るいちゃん、う。八王も誘八王ね、八王八もさ、デートしう。ようぜ。ちなみに、るいちゃん、日本に帰る予定とかあんの？今後。リーグが4月とか6月とか、そこら辺までだよね。4月に、リーグ終わって、で、私のビザが切れるのが6月だから、6月前には一回帰国しようかなって思って、あ、まそうたなんそだ。の後がまだ決まってないから、なんとも言えないんだけど、まあ、とりあえず、そんぐ地らい球のにどっかに帰り行くまみす。たいな。そうそう、いるいる、なるそうほど、そそうう。か。なるほど。うちの旦那も、陶器が大好きなのよ。陶だ器。から、陶器。器？あ、器ね。そう。有田焼とか、伊万里焼とか。そうそう。三河内焼とかが大好きでさ、もう日本帰るといつも九州に行くからさ。で、もし九州でそう、会えるなら熊本城の前でデートしましょ間違いない。いいね。いいう。デートスポットあるから。日の国デート。熱いよ。暑いよ、ほんと暑いよ、ほんとに。よくわかんないけど。オッケー。レイちゃん、今日ありがとうございました。また、こちらこそ。ドネーション最後の時に皆様にお礼を兼ねて、またレイちゃんとお話をさせて、皆さんに、こう、ありがとうございました。連絡をさせていただきたいな、なんて思います。ちなみに、昨日、多分、ホームページがスタートしたんですけど、すでに、ドネーションいただいてるんです。素晴らしいですよね。本当ありがたい、ありがたい。ありがとうございあます。りがとうございます。れいちゃんの活動にね、行きますので、ぜひ皆様よろしくお願いします。それでは、願皆いします。様、次回会う日まで、ありがとうございました。さようなら、ごきげんよう。夢にさ向ようかっなら。て、レッツ、ゴー！